2つ目はこちら、このお二人ダブル朝のダブルウェディング姿を披露。10年ぶりにスペシャルドラマとして帰ってくる抱きしめたいの撮影現場から映像が届きました。ものすごく来たかったんですものすごく嬉しいです。約束仕事で着せていただけて50代ウェディングドレス着て頑張ってます。ぜひ皆さんご覧ください。1988年に一世を風靡したトレンディードラマ抱きしめたい。浅野温子さん演じる浅子は独身で、浅野ゆう子さん演じる夏子は岩城浩一さん演じる浮気男と結婚し毎回離婚騒動が。で今回は隠し子発覚トラブルが発生。なぜ2人がウェディングドレスを着ているかはドラマを見てのお楽しみです。頑張っております。楽しみにお待ちください。最後のスペシャルからは14年ぶりということになりますが、連ドラからは実に25年ぶりということになりますね。お二人のウェディングドレス姿、なぜなのかは秋のドラマを待ちましょう。